ではジャケットをチェックしたいと思います。これはだいたい L サイズになります。もうワンサイズ小さくてもいいかもしれないですし、多分肩幅とかのバランスで選んだ方がいいのかなって思います。肩がこうゆったりしてて、車椅子乗る方だったらこいでも、そうなんですよ、引っ張らないですよね。はい、いいですね、今日のファッションとか合いますね、今日のと。もうワンサイズ低くてもいいかも、うん、ちょっと持ってきますね。もう一個、はい、ワンサイズ小さいプラスマグネットボタンになっています。腕の通しとかどうですか？通しやすいですね。よかったです。ギュッとこう入る感じ、うんうん、でマグネットボタン一瞬すごい、よそ見せても大丈夫、ね、確かに普通にね、止めると結構かかりますよ、ね、うん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 、わー、いい、このサイズいいですね。多分ぴったりかなって思います、はい、L だと、はい、普通のサイズの L よりも結構ゆったりめにできているので、もう本当にフィットするサイズを選んでいただくのが多分ご自身の体にフィットしやすいのかなって思います。長いことね着てて疲れないっていうのは重要ですし、私たちの一応このマグネットボタンのこのボタンのサイズがそんなに小さくないので、比較的外しやすくはなっているので、ご自身のリハビリとかのためにもボタンがいいなって言われる方は多かったりします。でもやっぱりシャツのボタンはもう大変だからってことで、シャツはマグネットにする方、プラスマグネットでも一気にバーって落ちちゃうような懸念がある方は面ファスナーとかもつけて止めるようにするようなデザインにしたりもあります。本当にいろんなことが起きてうわ、したり組み合わせが、そうなんです、楽しいですね。ありがとうございます。シャツも羽織られてみます？いいですか？もちろんもちろん。ではシャツです、はい、すごいなんか肌触り、そうなんです、気持ちいいんですけど、これはジャージシャツといってソフトな素材でできています。あ、かわいい、かわいい、映えてますね、映えてますね中の白いインナーと、これ良かったですね、カーディガンみたいな感じで着ても、うんうんうん、そうですね、羽織にもぴったりだと思います。はい、あ、すごいすごいすごい、これ朝やっぱ時間ないとイライラしちゃったりしますから、うんうん、いや春っぽいですね、ラベンダーカラー、うん、かわいい、本当に肌触りが良いですか？良いです、よかった、やっぱ着ていただくと分かりますよね、なんか見た目だけじゃちょっと分かりにくいかもしれないですけど、あとここ実はボタンじゃなくてゴムになっていて、これもここのボタンってすごい外しづらくないですか、はいはいはい、なのでそういう方のためにもゴムになっていて、でもボタンにももちろんカスタマイズで変更はではあります。でも基本皆さんやっぱゴムを好まれて、ほとんどの方が多分ゴムのままですね。そうそう、その作業いらないので似合ってますあ、よかった。なんかボムっていうのが嬉しいです、うん、軽くないですか、やっぱり
構ゆっくりで大丈夫なので焦らず。あ、本当ですか？よかった。素材ですかね。素材は結構ストレッチ素材なのと、あと肌触りも結構いいものに、肌に馴染みやすい。なんか滑りがいいなと思って。だって中に着ててもですもんね、今ね。下に履いててもこう引っ張るだけでシュート。よかったです。フィット感が結構遠くから見ても結構綺麗に見えるようになっていて、ここにラインがあるのも足が長く見えたりとかしています。足長効果重要。足長効果重要。見え方が結構素敵です。カーペットはその機能性というか、うん、本当に楽ですとか、きついですね。これで調節できるようになっていて、これを引っ張ると多分ここがきつくなってるんじゃないですか。それでこれで押さえていただく、これをここに近づけてもらうと止まるようになります。でこれを中に入れれば、ウエストもそこで自由に調節できるし、でももちろん普段座ってる方とかって別にこのままでいい方はもう緩めちゃってもいいと思いますし、もう着てることを忘れてウエスト緩めたままはみたいなことあるかもしれないんで忘れちゃダメ。なんと三好先生と対面でございます。フリーズイからフリーと思った。そんなの思ったね。全部入って結構気づいたんだけど、どんどん話されてるから今か今かと思ってたのです。美容師先生はお医者さんなんですよね。はい、麻酔科医やってて、麻酔科医で非認知症を持たれているんですよ。はい、SNS とか拝見させていただいてて、お会いできて嬉しいです。車椅子用のトイレもあって、こんな感じ、広い。オストメイトもあります。綺麗、オシャンティーです。ということで今日はソリッドさんにお邪魔しました。めちゃくちゃ楽しかった。思ってた以上にすごい機能性が抜群で、私感動しました。後日ね、私購入したいなって思うものがいくつかあったので、オンラインで購入することができるということなので、なんとなくのそのサイズ感っていうのは把握したので、いやめっちゃ可愛かった。全部おしゃれだし着やすいし着心地がいいっていうね、この3つが揃ってんのがめちゃくちゃいいなと思って、いやなんか来てよかったなって思います。1ヶ月間ねポップアップショップということで開催されてたんですけど、この動画がアップされる時にはもうね終わってしまってるんですけど、今後もねいろんな人たちにね知っていただきたいなって思って、服が着やすいっていうだけでストレスがないなっていう風に思ったし、毎日がさ着替えって毎日じゃん。だからさすごいそのストレスが解消されて、自分がね好きなファッションをすることができたらめっちゃ楽しくなるんじゃないかなって思いました。ちょっとよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルです。
お会いしましょう。せーの、バイバーイ。